はい、定刻となりましたのでただ今から知事の定例会見を始めさせていただきます本日は知事からの報告事項はありませんので早速ですが幹事社からのご質問をお願いいたします幹事社の毎日新聞深尾と申しますよろしくお願いします、はい、えっと、まずはですねあの熊本地震に対する支援と県内での再点検見直し等についてお伺いいたします 熊本地震について、ですね県は住宅の提供などを始めたところですが、新たな支援で計,、えっと、計画しているものはございますでしょうか、また、あの県内で備蓄や耐震性の再点検、BCP の見直しなど、すでに着手したり、今後、検討していることがあるかをお伺いさせてください。ああともう一点ご質問ありますす、えっと、G7 情報通信省会合についてなんですが えっと、いよいよ G7 情報通信省会合が迫ってまいりました、えー、迎えるにあたってのです、ね、今の率直な思い、そして今後にこ,うこの会合をです、ね、どう生かしていきたいのか、そのあたり、ご所見をお伺いできればと思います、どうぞよろしくお願いいたします、はいえー、最初の熊本、また大分にまたがる地震につきましては、1週間以上経過している中、なお余震が続くという状況でありますが。 そうした中、南阿蘇村で行方不明となっていた本県東かがわ市の鳥居さんご夫妻、無事を願っておりましたけれども、残念ながらお亡くなりになられたということで、遺体で発見されたとのことで、謹んでお悔やみ申し上げます。おたま被災地でなお 多くの方々が避難生活を余なくされており、交通とインフラの状況もです、ね、まだおかしくないような中で、本当に被災された方々に心よりお見舞い申し上げたいと思います。えー、県におきまして、これまでさまざまな対応を行っておりますけど、当初、消防庁からの派遣要請を受け、緊急消防援助隊の陸上部隊、航空部隊、出動し、 現在は引き上げておるところでございますけれども、熊本県からの派遣要請を受けて、DMAT の方も災害派遣医療チームを派遣しております。これも23日までにすべてのチームが現地での活動を終了し、撤収しております。また同じく熊本県からの要請を受けて、20日から県の保健師が熊本県菊池郡菊陽町で被災者の 健康相談等の業務に当たっています、えー、さらに19日から、えー、被災建築物応急危険度判定士、えー、県職員3名、高松市の職員2名、及、えー、び22日から被災宅地危険度判定士、えー、県職員3名を派遣しており、現在も県内、熊本で、えー、活動に従事しています。 また水の問題ですが応援給水として日本,日本水道協会からの要請により21日から給水車2台高松市丸亀市それぞれ1台ずび県と市長職員計6名が熊本に派遣されております、えー、物資の面では厚生労働省からの要請を受け21日に乳幼児用アレルギー対応食粉ミルク離乳食栄養管を 熊本県宛て送付いた,しましたさらに県営住宅、香川県の県営住宅についても被災者の方々に提供することとし、西春日団地、屋島西団地など、計10戸について家賃等を免除し、居住可能な状態としておるので、ご活用いただきたいと願っています。また、えー、民間の動きとして、香川自主防連絡協議会におきましては、熊本市内で、 うどんなどの炊き出しを行うということで明日熊本市に向かって出発する際に私も丸亀の方で見送りに行きたいと思っておりますこのボランティアの関係につきましては熊本県内で災害ボランティアセンターを設置している市長は4市4町1村ということですけれども えー、まだ現段階で県外からの熊本県外からのボランティアを受け入れているのは一市1町にとどまっているという状況のようでございます。香、えー、川県としてはこの余震による被害拡大あるいは家屋倒壊による二次被害の可能性もあり現地での情報収集が十分でない面もありますので、えー、この点につきましては現時点では情報収集に努め 川原県社会福祉協議会とも連携して災害ボランティアの発見を含め効果的な支援方法を検討しているところでありますまあ,あの個人等でボランティア活動を検討されている方情報収集を十分行った上でボランティア保険に加入あるいは現地センターでの登録活動登録などの準備を十分にお願いしたいまたご自身の安全・健康にも 気をつけてていいいたただきとと思っているところでありますあと BCP の見直しにつきましてはですね、あの一昨年の、えー、商工会、商工会議所の事業会員メンバーにアンケートを一部抽出で行った結果、その時点では、策定済み9%、予定なし24%、まあ、そもそも BCP というものを知らなかったというのが39%。 とということでまだ BCP の認識が十分でなかったわけであり、27年3月に、この香川県中小企業 BCP 取組指針を策定し、広く周知を図っており、また、経営指導員も対象に、商工会社、証会経営指導員168名の方を対象に研修も行ったところです。 セミナーも県内4か所で8回にわたり中小企業対象として BCP 策定セミナーを開催しております。28年度におきましてもこうしたセミナーを開催することともともとしておりましたけれどもこの今回の地震の影響を踏まえまして県内中小企業の BCP 策定の促進に向けさらにどういった対応が必要か検討してまいりたいと思っております。 あと G7 の関係でありますけれども、情報通信介護大臣会合も間もなくということにいよいよなりましたすでに外相会合、あるいは農業担当大臣会合等が始まっており、いろいろと成果も上がっている。 ようであります本県におきましても準備に地元としての準備に努めまあ、いろいろ万端整えて歓迎したいと思っておりますこのこうした国際会議を成功させることができるということによって事前から申し上げているいわゆるマイスですね MIC こういった新しい いい観光についてこの実績を積み上げていくことができるのではないかと思っております。国内外から参加される皆様にはぜひ瀬戸内海の美しさ、あるいはアート、食など香川の魅力を十分に堪能していただいて、記憶にとどめていただけるよう十分なおもてなしをレセプション、観光、エクスカーションなどを通じておもてなしをしたいと考えております。 まあ今後については今申し上げたとおりその新しい観光交流 MIC の展開のために生かしていきたいということでまあこのノウハウを蓄積して香川・高松の都市としてのブランド知名度を高めて国際会議の一層の誘致あるいは大会等の誘致さらにこれらによる交流人口の拡大また地域活性化を 使っていきたいと思っております。私からは以上です。はい、えー、関連その他のご質問がございましたら、お願いいたします。都内会議放送です。 あの熊本地震についてお尋ねをします、えー、地震最初の地震の発生からまあ10日以上経ちましたが、まあ、あの現地への支援というあり方もだいぶ変わってきておると思うんですが県の方もあも本日付でえー支援本部の方も設置されましたけども今後の熊本への支援という部分でこういうふうなところが中心になるんではないかとそこういうところを働きかけていきたいあのやっていきたいその部分を思うところがありましたらお願いします。 あの徐々にですねあの現地での体制も整ってきているという,よう,でいうことのようですので、まあ、あの自治体としての支援を、我々同じ自治体としてです、ねえー、なんとか一刻も早く復旧、復興していただきたいと思いますけれども当面の緊急の要請、今は伺っているのは栄養管理士さんですね。そういった た職種の専門家を派遣できないかというお話を伺っていますけれどもそれらにもできる限り対応していきたいと思いますただこの後はですね、当面は物資が徐々に回っていくこととなればですね、息の長い支援対応ということになろうかと思います東日本大震災の時には職員を 初期間派遣しております現在も派遣中でありますけれどもそういったことが必要になればですねこれらにもできる限り応えていきたいと思っておりますまた物資面もですねそのどういった物資がというやはりこれはあのいろいろとあの物資が大量に届いてもですねなかなか せっかくにその仕分け等ができない、配送ができないという、そういったことになると、えかえって問題がありますので、そうしたニーズをよく踏まえて、必要なもの、要請があればお届けしたいと思っております。まずその他にも、まあ、いろいろどういったことが考えられるか、民間でのいろんな支援の動きもです、ね、できる限り県自治体として応援してまいりたいと思っています。 ございました。はい、他に質問はございませんでしょうか。NHK のマガタと申します。えっと G7 の件でお伺いします。えっとまもなく情報通信省会合も始まりますが、あの Kmix をはじめとするまあ神川県の IT 技術の PR に関して今回の G7 の意味について知事から一言お願いいたします。 はいのまあ、IT のまさに進展は目覚ましいものがありますけれども本県におきましては特に特徴的なのは遠隔医療システムの k ミックスが発達しているということでこれは県としての展示の中でもご覧いただ,くようにいただけるようにしております。まあ、そのののの他にもも各種技技術 IT 技術 IT 関連のものを 県の方で展示するのと、まあ、国の方でも全体的なこの新しい技術について展示されると聞いております。また、この機会に地元としてはです、ね、w i f i 環境を整備していくということで、すでに散歩と周辺、及び高松駅等はエリアとしてですね、w i f i 対応となっております。県と高松市共同で 取り組んでおりますのでこうした点も実感していただければと思いますしいろいろ関連の行事といいますかそれぞれの団体等でこうした技術的なもののデモンストレーションというんでしょうか高解像度のテレビジョンの 実験とかですね、そうしたものも行われると聞いております、ね。8K で実物が 8K を展示するといった話もあると聞いておりますけれども、そうしたものを通じてですね、この ICT に積極的に取り組んでいる地域であるということを実感していただければと思っております。はい、他に質問はございませんでしょうか。 それでは以上をもちまして地位の定例会見を終了させていただきますありがとうございました